はこんばんにちは。プラントムーンライダーことプラムンです。今日は串谷の2019春夏モデルストレッチウィンドブレーカーの方を購入いたしましたので、そちらのレビューの方していきたいと思います。まずは全体像の方を撮影しましたので、そちらの方からご覧ください。では VTR スタート。Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you.いかがだったでしょうか。串谷のストレッチウィンドブレーカー、サイズの方なんですけども、私の身長体重の方が168センチの60キロで標準体型になります。こちらのストレッチウィンドブレーカーは、私は L サイズの方を購入いたしました。サイズ感といたしましては、串谷の他の製品とほぼ一緒かなっていう感じです。私の体格では M サイズはちょっときつかったです。L サイズがちょうどかなっていう感じでした。でこちらの方はカラーの方が3パターンあります。私が購入したのがブラックレッドで、他のカラーがブラックイエローっていうのとグレーホワイトっていうのがありました。私はカラーの方でめちゃめちゃ悩みました。
カラーがどれもかっこよかったんですよ。どれもめちゃめちゃ良かったです。特に私が最後まで悩んだのがブラックイエローとブラックレッドでした。グレーの方も良かったんですけども、グレーの色は違うパーカーとかでちょっと狙ってるものがありましたし、重ね着として使う分には中がブラックとかの方が使いやすいかなと思って、私はブラックレッドにしました。ブラックイエローっていうカラーが例年までの串谷の製品ではなかなか見られなかったカラーだったんで、とても珍しく、それもいいなってすごい思ったんですよね。ただ私が本当にドンピシャな色は、まあ、この MT-09 と一緒なんですけども、グレーイエローっていう、そういったカラーがすごい好きだったんで、あれがグレーにイエローだったら多分それに即決していたと思います。でもブラックイエローだったので私はあえてブラックレッドにしました。私がブラックレッドにしたっていう理由は他にもありまして、私は夏用のフルメッシュパーカージャケットっていう串谷の製品も持ってるんですけども、そちらの方に差し色として赤がポケットの部分に入ってますんで、まあ、それにちょっと合わせようかなと思ってブラックレッドにしました。であとは本当にその時の気分ですね。私はちょっと前にその黒に赤のラインが入っているのがちょっとかっこいいなと思って、そういった服を持っていなかったので、まあ、ちょっと1枚ぐらいそういうのが欲しいなと思ってましたんで、ブラックレッドというカラーを選びました。本当にこの3種類のカラーはどれも生で見ましたけども、本当に結構かっこよかったんで、どれを買われても間違いないと思います。でこちらの商品は値段の方が1万6000円前後だったと思います。こういうジャケットの一番の目的としては、ジャケットのインナーとして着て気温の変化に対応するっていう形になると思うんですけども、ですのでこの商品は私はジャケットのインナーとして着るようだと思ってました。実際着てみて思ったのが、これが嬉しい誤算なんですけども、ジャケットのインナーでしか使えないかなと思ってたんですけども、結構これアウターとしても使えると思います。それはなぜかというと、かっこいいんですよね。意外になんかインナーかなと思ったら意外にかっこよかったです、ジャケットと着てきて。まあ、好みの問題はあると思うんで、まあ、ジャケットとしては着れないかなって思う方もいらっしゃるかもしれないですけども、私はアウターとしても着れるかなと思います。まあ、この商品は防風ということなんで、まあ、インナーに着るっていうのが一番の目的であるのは間違いないと思います。結構防風のインナーっていうのは夏でもまた冬とかでも結構中に着込むことができるんですよね、温度対策として。私は他に防風のインナーの方を持ってたんですけども、まあ、それをよく着てたんですけども、まあ、そちらの方がだいぶ廃れてきましたんで、新しいものが欲しいなと思って探していたらこれが見つかったっていう感じです。まあ、これから一番使用目的といたしましては、まあ、串谷の春夏モデルのフルメッシュパーカージャケットのインナーとして着ようかなと思ってます。一応生地的には防風とあと軽い撥水もあるみたいです。まあ、そういった機能からアウターでも使えるかなと思いました。ただプロテクターなどをつけれるような仕組みにはなっておりません。この服のレビューをするに至って、この間3月上旬にフルメッシュパーカージャケットの中にこのストレッチウィンドブレーカーの方を着て走ってみたんですけども、まあ、その時の気温が10度あるかないかぐらいだったんですけども、さすがにいくら暴風と言ってもめちゃめちゃ寒かったです。さすがに10度前後ではめっちゃ寒かったですね。暴風の意味はほとんど果たしてなかったです。まあ、ですのでまだ使用機会がほとんどまだ 1,2 回しかありませんので、まだ気温もね、まだ冬の気温でしか走っておりませんので、正確なレビューっていうわけにはいかないですけども、まあ大体の雰囲気が分かっていただけたらいいかなと思います。まあ、少しでもね、購入検討の方の参考になれば幸いです。なぜ私はこのストレッチウィンドブレーカーを購入したかと言いますと、私はジャケットにパーカーとか襟が高いものが多いんですよ。あとはファーがついてるのとかですね、私はそういったジャケットがパーカーのものとかが多いので、中にパーカーのインナーとかが重ね着とかがなかなか難しいんですよね。
私は屈死隊の防風のミッドパーカーっていうのを持ってるんですけども、まあそちらの方はパーカーになってますんで、パーカーオンパーカーっていうのがなかなかちょっと難しいなって思いましたんで、ですので違うものが欲しいなって思ったんですよ。パーカーがついてないようなタイプが、まあパーカーオンパーカーをされてる方もいらっしゃいますし、まあ、なしではないとは思うんですけども、まあ私もたまにはしますけども、まあ、めったにパーカーオンパーカーはしないかなっていう感じです。ですのでパーカーがついていない防風のレイヤーが欲しかったんです。それに該当したのがちょうどこの商品でした。この商品は見た目がスポーツウェアとしても使えるかなと思いますんで、普段着でも全然使えるかなと思います。まあ、ちょっと買い物行くとか、まあ自転車とかに乗られる方にもいいかなと思います。ちょっと値段が普通のウィンドブレーカーとしては高いので、私も購入するにはちょっと躊躇いたしましたけども、まあ、買ってよかったかなと思います。本当に作りはしっかりしています。去年もこちらの商品はあったみたいなんですけども、去年までの生地はもっと薄くて伸びる素材だったみたいですけども、今年の生地は少し分厚くなって伸縮性の方が少し悪くなったみたいです。けどそんなに着てて全然そんなゴワゴワした感じとか動きにくさとか全然感じません。生地的には結構パリッとしたような質感です。春夏とかにメッシュジャケットのインナーとして防風のインナーをお探しの方は、この屈死隊のストレッチウィンドブレーカーいいんじゃないでしょうか。私はこれからの春夏にめちゃめちゃ利用すると思いますし、また冬とかでも多分使うと思います。結構一年中使える商品だと思います、こういった防風のインナーは。それではこの動画が良ければグッドボタンを、またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。